あれ見ました、見ました、はい、あれですよね、シュプリーム、はい、ウィーク19、はい、今週ですよね、はい、はい、いやまあね、あれでしたね、シュノーケルと、はい、あとあれですか、ルアーですか、うん、ね、全く興味がね、あんまり ね, あ, ねあの僕全くそっちのそのなんていうんですか、釣りとか全くしないんで、マリンスポーツしないし、はい、あのルアーの言い方も分かんなくて、ちょっと実は先ほどしなれたっていうね、そうそうそう、いうぐらいやったんですけど、はい、まあ、今回は欲しいもん、スルーですかね、あの久しぶりにあるじゃないですか、11時に寝れるんじゃないですか、あの起きたら、起きたらいいんじゃないですか、まあでもあのあれぐらいかな、あのリストバンド、はいはい、NBA 公認のコラボのやつですよ、うん、まあリストバンドはちょっといいかなぐらい、はいはい、まあでもあのリストバンド見た時にほんま90年代の、まあ、80年代後半から90年代のほんま1年ぐらいまでのこれ思い出しましたね、そうですね、あの大体1000円ぐらいで書いてあるでしょあれ、うん、あのリストバンドね、 NBA のね、あの、うん、マーカーっていうのが月刊バスケットとかの後ろの通販のページになんかめっちゃ載ってるような感じで、恥ずかしいですね、あとまああのヘッド何て言うんですか、ヘッドバンド、はい、みたいなのがあれでしたね、あの立川男子師匠を思い出してるような感じでした、立川男子師匠ってあれタオルで巻いてるんじゃないの、あれ男子タオルなのあれ、いや分からん分からんけど、そんな感じでしたね、まあ、まあでもリストバンドはでもちょっとやっぱね気にはなっちゃいますけど、うん、はい、そうですね、そうですね、はい、まあちょっと今回はなんかあれでしたね、今週のやつはちょっとなんか、まあ、そんな欲しいのがないっていうのが、はい、ね、正直なところでしたね、はいはい、あのまあリストバンド変えたらひょっとしたらいつか巻いてるかもしれません、頭につけてね、あのヘッドバンドもし買ってたら、はい、頭に入れてるかもしれないですね、はいはい、まあ今日こんな感じでいいんじゃないですか、はい、はい、ではあの気になった方はチャンネル登録の方よろしくお願いします、ピアリスでした、カジミでした。I'm sorry but it's evident, you're on your phone 24/7, no reply when I ticked at 10 past 11, and I swear you only tell me what I wanna hear, the real thoughts buried deep beneath the love and fears, I'm in a muddle, lost inside a puzzle here, honestly right now I don't really see no love in here, but I saw something in you, something in us, but I can't see a future without the trust, so I'm reminiscing, visions I had.